はい、私が今いるところは実は新宿の歌舞伎町にいるんですけど、なんで私がここにいるかというとですね、ずっと前から気になってた何、そう、1000円ガチャっていうのがあるんですけど、調べたところ新宿のここにあるんですよ、歌舞伎町に。だってガチャガチャで1000円ってなくないですか？私そんなの見たことないよと思って、1000円ガチャにね行きたいと思っております。なのでちょっと今歩いてる、怖いかも、なんかどうしよう。なんですけど、そのね1000円ガチャをどうしてももうめちゃくちゃ本当にやりたいのだからね、行ってくる、行ってくるね。はい、ということでですね、早速ここに1000円ガチャに到着しました。ちょっと見えるかな、なんかすごいんだよ。もうね、大きいの。今回はですね、1000円札を5枚持ってきました。で、今持ってる私の全財産を使って、こちらのガチャガチャで夢を叶えるって書いてあったから、夢をちょっと一回やってみようかなと思います。なんかすごいんですよ、プレステとかスイッチとかドローンとかスマホ関連グッズとか、ディズニーリゾートのペアチケットとか、1000円では手に入らなさそうなものがたくさん置いてあるんですよ、このドリームガチャ。やっていきたいと思います。でもドローンがちょっと気になるな。あと、あ、ユニバーサルのペアご招待券だって。これをもう欲しいな。はい、それでは挑戦第1回目回していきたいと思います。いきます、早速1枚目。1番にしよう。ガチで当てに行きますよ、スマホリング。腕につけられない時計が出てきました。おかしいな、逆さ好きなんですよ、わかりますか？こうやってみるんだ。あー面白い。はい、前一つ目のアイテムゲットですね。ここにつけとこ。そうだ、ちょうど私時計持ってなかったんですよ。大学生なのに時計は持ってないのはやばいぞっていうことを母親に言われてたので、ちょうどよかった。しかもね、今週のラッキーカラーブルーだったの。だからもうちょうどいい。そういうことか、夢を叶えてくれるかもしれない。第2回目いきます。さあ何が出るかな。あ、今回はやばいです、音全然鳴らないシリーズかも。そしてすっごい軽い。本気で当てに行くと電子辞書カバー。ですね、このやつだ、旧型マイクが内蔵されてるって。今日耳に刺して帰りたいと思います。リモガチャワールドっていうのもついてきました。これなんだろう。あ、ここだ、特別記念スピードくじで豪華商品をゲット、気まぐれ限定配信中だって。やってみましょう。ですが10等ですね。はい、ということで3回戦いきます。どれにしよう。もしかしてさ、売り切れってボタン押したらさ、売り切れ出てこないか、なんかそういうさ、からくりがあったりしたら面白いなって思った。どれにしよう。なんか落ちた音がさっきよりも重かった。ねえ、どういうこと。だこれ伸びる LED ライト、あの伸縮や角度が自在に動くゴールドのライトが当たりました。こんなに伸びるから、あのそんな伸びなかったけど、しかもね、ほら気持ちあんこみたいな、こういう感じで。はい、続いていきたいと思います。なんかここのカラスめちゃくちゃ治安悪いで。なんか箱、あ、でも今まで史上一番重い箱が出てきました。鬼退治 T シャツに
どこかで見たことがありそうでなさそうな模様が書いてあるTシャツが出てきました。なんか見たことある気がするけどなんか違うんですよね。今のところ言っていいですか、ここに写真に載っているものが一つも出てこない。一気に全部押すね。おお。ボットンって音がしました。おなじみのあの箱が出てきましたよ。スーパーの巣、それか、スペシャルの巣かも。なんかすごい、今回なんと3つ入ってるんですよ。1つ目、トイストーリーの小銭ケース、あのスーパーカップのアイスクリームスプーン。続いてこれ多分一番すごいと思うな。ちょっと待ってね。これでさ、物もらいとかになったら嫌じゃん。どうですか、こんな感じですね。あ、いかついですね、私いい感じにいかついですね。見て、あ、なんかいいかも。ちょっとなんか悪そう、私すっごいちょっと悪そうなやつみたい。ちょっと悪そう。あ、いいかも。大物感があるよね。でもなんか世界が暗くなったので目が守られてる感じがすごいする。見て、いかつくない？今日なんかちょっといかつそうな女の子みたい。ほらほらほら。はい、ということで初の1000円ガチャ体験ですね、してきました。すっごかった。あのね、もうこれもうやらない。なんかすごいいろんなものが出てきたんですけど、私の好きな感じのものはあんまりなかったので、あの100円とか200円とかのガチャガチャの方が私は好きだなって思いました。もう普通のガチャガチャが好きだから、もう普通のガチャガチャにします。ありがとうございました。またねー。オラオラ。